なんか俺スクーターって移動手段であり道具であるっていうのが強すぎて、うん、かっこよさとか求めたことないっす。なんかそんな魅力的じゃないっすね。なんでそんなにゆういちさん欲しがってんのか全然わかんないですね。なんか文句あんのかや。なんかイタリア人に見えてきました。アポロチャンネル。皆さんこんにちは、サザです。いやー天気も快晴、いかがお過ごしですか。今日もね気持ちいい一日になってるんですけれども、まあ、いつもとねちょっとねカメラのアングル違うと思うんで、これもねネタバレさせていただこうかなと思ってるんですが、本日も私一人ではございません。それでは登場していただきましょう。せーの、ゆういちさん。ゆういちさん、なんすかこのバイク。茶バクねえすか。なんだこれ、なんていうバイクですかこれ。なんだこれ。ゆういちさんの GT なんちゃらですよ。バルカンかと思ったっすこれ。バルカン要素ゼロ。自分も乗ってるじゃん。そうっすよ、これ PCX っていうバイクなんですけど。全然違うよ。よくない。まあ今日はね、そうベスパというメーカーのスクーターに乗らせていただいてるって感じですね。なんかテンション上がってますね。よくないとか言って冒頭から。まあ僕が比較できる対象ってあんまりないんですけど、 MF02MF06 スカイウェーブの CJ44 ぐらいしか比較できないんですけど、はい、一番いい。あ、一番いいですか、うん、あ、そうなんですね。何そのサメって。こういう風にさ、バイクとかに乗るとさ、やっぱり少なからずテンションは上がるじゃないですか、うん、俺今ね1ミリもときめいてないんですよ。そんな可愛いバイク乗っといて。まあ色可愛いですよね。うん、うん、え、何そのサメかも。まあ色可愛いなぐらいで、普通スクーターだなっていう感じですね。いや俺ずっとベスパー壊れてたから、俺めっちゃ紅葉してんだけど。今紅葉してるんですね。はい。ほーん、帰ればもう。まあ今日はまあこのベスパに乗って、まあイタ車じゃないですか。だから東京にあるイタリアに行こうかなと思ってですよ。そんなもんねえよ。イタリアがあるんですよ東京に。なんと東京は東京なの。イタリアがあるっつってんだろお前。東京は東京だ。っていうか俺を見ろよ、このベスパの美しさ。美しいっすよねデザインはね。イタリアの雰囲気だけど、このストリートの俺も許容してしまう。このあーまあまあそうですね、許容しちゃってるでしょ俺を。あ、まあ確かに許容はしちゃってますね。もう帰っ。なんでそんなにテンション上がってるんですか。いやだって美しくない、バイクが。曲線美も素晴らしいし、なんかかっこいいと思いますよ。国産のさ、このぐらいのスクーターってさ、なんかPCX みたいな感じじゃん。滑ってないから。お前滑らせようと思って吹いちゃってんじゃん。はい。いや、このおっさん意味わかんねえなと思ったんですよ。僕もスクーター族なんでわかるんですけど、僕のが125でプリマベーラで、ゆういちさんのが150、うん、GT なんちゃら。まあ僕もね 125cc のバイク、まあ、V125 に乗ってたりとか、つい最近まで PCX 乗ってたりとか、超排気量のバイクって結構乗ってるんですよね、うん、その V125 とかと比べると圧倒的なこの振動のなさ、滑らかさ、それはちょっとビビってるっす、ぶっちゃけ。うわ乗りづらこっちのバイク。いやまだ。負けてねえねえ。ちゃんと顔ファンにご挨拶してくださいね、ゆういちさん。ちゃんとお願いしますよ。本当に。あ、いいっすね、いいっすね。今のでもう本当にやばいっすよ。女子たち感動してますよ。A で多分、来たーみたいな感じでやってますよ。本当にそういう人いたら、はい。ちょっと考えた方がいい。そういえば、ゆういちさん激推しのゲゲゲの鬼太郎、鬼太郎の誕生見ましたよ。面白いね。めっちゃ面白かったっす。だって俺、ブヒブヒ泣いてましたもん。やばかったっす、マジ。最後まで見たら、墓場の鬼太郎時代の映像が出てくるんですよ。それを見たらね、もう知ってる人はね、涙。しかも僕、墓場鬼太郎第1話もちゃんと見ましたよ。ああ、素晴らしい。ああ、めちゃくちゃちゃんと繋がってんだなーっていうのを思いました。ちょっと待って。はい？125もこんなに滑らかなの？この間、SCS さんに台車借りてさ、整備出した時にさ、うん、俺がアドレス110で、ゆういちさんマジエスかなんか乗ってる回でしたね。全然乗り味しちゃいますよね。全然、これははっきり誰でも分かるレベルね、ですよね。
なマジエースはチンチンってことでよろしいですか。何ベスパー、まあおしゃれだなって感じぐらいですね。なんかそんな魅力的じゃないですね。なんでそんなにユイさん欲しがってんのか全然わかんないですね。え、めっちゃ可愛いんだけど。ユイさん色似合ってないですよ。ね、なんでそんなの足を好きないの。ユイさんちょっと見てもらっていいですか。俺の足両足つま先っす。これ結構盛らずにガチっす。片足にすればこういう風にちょっとお尻さこうやって落とせば綺麗につくんですけど、このバイク女の子きついかも。あなたの場合ジャポネ仕様だからね。足短いし顔でかいしもうどうしようもないですからね。そこまで悲観することこっちだと足つきいいっすね。安心です。俺両足べったり。え、マジっすか、うん、俺両足かかとでしたよさっき。いや両足かかとはおかしい。いやめっちゃ気持ちいいなマジで。最高じゃないですかゆうさん。最高。ベスパが気持ちいいんじゃなくて道が気持ちいいですね。いやもうまあそれは否定できないけど。あ、ほらこのなんか銀行だかなんだかわかんねえ建物にゆうさん似合ってますよ。ほらこれ、うん、うん、この建物に結構いいっすよ。それ PV っぽいっすよ。いいっすね、いいっすね。走るって感じっすね。君の顔を追いかけて睨まれた警察に、うん、うわ、アポロチャンネルだって思われたんじゃないですか。いや、だからないなぁ。あ、そうっすよ。はい、似合ってる。あ、似合ってます、うん、ありがとうございます。いや、そのサメっぷりなんだよ。なんか俺スクーターって移動手段であり道具であるっていうのが強すぎて、うん、かっこよさとか求めたことないっす。あ、そういうのベスパーその向こう側に行けるんだって。ただのスクーターで街乗りをして、はい、移動手段として使って。どうせだってすり抜けするんだろそれで。少ししかしねなんか加速の滑らか感以外は全部 V125 と全く一緒な感じなんですけど、これに60万払うんだったら20万の V125 中古で買うっす俺だったら。僕バイクで一番大事なのはデザインだと思ってて。デザインが大事だと思ってんのに GB を選ぶっていうセンスのなさですよね。何言ってんの。はい、いやなんか別にかっこよさないけどなって僕思いますけどね。もうそれって、はい、GB になってる人全員バカって言ってるのと同じだから。え、そうですよ。それやめろ。うち GB 乗ってるリスナーさんめっちゃ多いんだよ。いやそんなこと言ったらだって忍者乗ってるやつ全員ゴミって言ってるじゃないですかいつも。あ、言ってるよ。忍者400最高のバイクですよ。ゆいさん、さっきおっしゃってましたよね。え、なんか言ってました僕。 XSR900 見てあー俺マジで心動いた。でもゆういちさんも言ってましたよね、 GB 売ってベスパかなって言ってましたよね。ゆういちさん言ってましたよさっき。言ってないです。 SCS の7階の喫煙所で言ってましたね佐藤さんに。言ってないです。勝手に盗んでヤフオク出したのかお前。おめえほんとさ、はい、さあ動きますじゃねえの。今あの女の子に変な目で見られたんだこの動きで。あの女の子ってあの二人組ですか。あのピグスみたいな女の子だよ。ピグスみたいな女の子。右の子がバンバン見てるじゃねえ。ピグスに失礼だろうがよ。あの子に失礼だろ。でもあれだね、ベスパの走りちょっと飽きてきちゃう。え、ちょ優等生すぎるっていうことまさに当てはまる気がするんだけど。優等生感はちょっとやばいっすよね、うん、だって僕ら昔言われてたじゃないですか、音楽やっててさ全部が80点、100点もあれば0点もあるバンドじゃないと売れないって言われてたじゃないですか、うんうん、その言ったやつよ、はい、80点の曲ずっと作り続けられるのか。無責任に言ってんじゃねえよ。おめえどのぐらいバンド育てたんだよ。育てたバンドどれだけ売れてんだよ。80点の曲連続に200曲作ってる。やっぱり日本人だからね、イタリア車に乗ってもね、あのクールなガイにはなれないんですね。心狭いんで。あーですよね、ゆいさん心めっちゃ狭いですもんね。無理はねえじゃん。パスポート持ってきました。何がパスポートだよ。ゆいさんこれがかの有名なイタリア街です。石畳がだけじゃん。これでわざわざここまで来たの。え、そうですよ。全然有名じゃないでしょここ。めちゃくちゃ有名ですよ。ほら似合ってるじゃないですか。めちゃくちゃ似合ってますよ。ちょっと落ち着いて。はい、みんな静かに楽しんでるから。はいはい、静かにしてます。
まあ、あのベンチとかさ、はい、ちょっとイタリア感あるけど、はいはいはい、あとどこにある石畳以外。でも一応ここイタリアなんだよ。だから、はい、そのイタリア感は石畳とベンチ以外何がある、はい、いやだからこイタリアなんですって、うん、はい。なんでですか。なんか文句あんのかや。文句しかない。なんかイタリア人に見えてきましたね。何でもイエロー文句。じゃあ行きますか。ちょっと待って。何これだけ。そうですよ、もうSCS帰りましょう。いいじゃん、もうベスパに似合う感じの場所に着いたんで、もう帰りますよ。文京区戻りましょう、マジで。よし、行こう行こう、うん、はい。おめえほんとクズだな。ただの石畳。ここは石畳が丸い模様になってるだけっすよ。でもここあれですよ、高級車持ってる方々はここにわざわざ車持ってきて写真撮ったりするんですよ。キモ。だってほら実際に見て、あそこ左奥、あそこランボルギーニとか止まってられるじゃないですか。どこに。あの奥赤いやつ、うん、あれとか完全にここ意識してきてますからね。キモ。この車も多分そうですよ、意識してきてますよこれ絶対。いやこれはキモだよ。警備員の方も皆さん日本人じゃないですか。これはあのね、場外馬券場のウィンズですから、ウィンズの店員さんです。ほとんどそっち系の人しかいねえじゃねえかよ。だって明日オークスですもん。明日もう自信がありますよ、僕は絶対当てますからね。無理だって、毎回言ってんじゃ自信あるって。はい、毎回自信あるんで。ちゃんと報告してね。あ、わかりました。中止報告だけすればいいんですね、うん、負けても勝ったって言えばいいんですよね。ダメだよ。SCS 帰りますよ、ゆいさん。楽しかったっすね、ベスパ。ベスパの雇用感もうねえっす。やっぱりあれですか、僕が言ってた通り、ただのスクーターってことですか。ただのおしゃれなスクーター。おしゃれに気を使ってるライダーは買ってもいいんじゃないですか。すごい嫌々な感じじゃん。まあでもかっこいいっすよ、マジで。本当にかっこいいとは思うけど、僕は買わないかなっていう感じですね。もう全否定じゃん。普通に高すぎっす。だってそれ 150cc でそれリアルに 7,80 万するでしょ。 GB より多分高いっすよそれ。あ、多分高いと思う、はい、買います？そういうバイク。どうだろう、俺ありだけど。結構やっぱ気に入ってるんですね。もともと欲しかったんだ。あ、はいはいはい。カブ買うとき本当はこっち欲しかった。あ、なんかありましたよねそういうくだり。カブ買おうぜって言ってベスパーもいいなとか言ってたじゃないですか、うん、あれ本当はあの撮影しながらベスパーも見に行ったんですよね、うん、あれ俺全カットしましたからね。あのさ、はい、俺の意思。俺の希望。俺の望み、はい、尊重して時には俺は今後俺が欲しいバイクすら買えないのか。多分そうだとは思いますよ。そうだとは思いますじゃなくて。え、ちょっと待って。え、ゆうさん靴脱ぐんですかこれって。なんで。神聖なベスパだよ。なんで靴脱ぐんですか。当たり常識だよ。いや靴脱いだらくせえだろ。え、じゃあこれでキャンプ行くってことですか。めっちゃテンション上がってません。なんかかわいいじゃん。いやいや、もういいよカブで。カブやめてこっちでしていい。いや絶対にダメですね。だってカップル感なくなるじゃないですか。最近コメントでよくありますよ、最近一番推してるカップルチャンネルここみたいな。そのカップルチャンネルがどうこうじゃなくて、やったら目立つコメントがある。ああ、はいはい。なんすか。分かってるでしょ。なんなん、気になるな。鹿肌だよ。俺マジで、はい、トーンがさ、鹿肌やめてみたいなさ、はい、楽しいトーンじゃないの、はい、本当にやめて。おっさんのシミって汚くて見てらんないんだみたいなさ。そんなコメントも来てるんですか。そんな悪口書かれてんだよ。でも俺この間見つけてくっそ面白かったのが、鹿肌見て食欲失せましたっていうコメントがあったんだよ。これもっと悪口だよ。これからも僕は鹿肌を専門的にやらせていただこうかなと思ってるんで。もう地下肌に笑いの要素も消え去った。いや笑いじゃないんですよあれ、デフォルトでやってるだけなんで。それをデフォルトにする理由を教えて。もし仮にあなたが言う顔ファンがいるとしたら、全く図形わからない状態じゃないですか。ただのそれは肌色のボコボコしたものなんですよ。笑いたい。それは顔ではなくて、はい、肌色のクレーター。やめろやめんな。え、じゃあちゃんとボトックス注射とかして肌きれいにすればいいじゃないですか。金くれ。
いやでもこのまま力肌ちょっとね押していこうかなと思ってるんで。やらなくていいんだって。しょうがないですよ、だってこれはもうアポロジックのアポロチャンネルのもう完全に代表格になっちゃったんで。飽きられてる。いや飽きる飽きないじゃないの、もうデフォルトなんですよあれが。いやもう完全みんなもう嫌なのこれは。でも2回ぐらい地下肌なかったら寂しくなりますよ絶対。なんないっすよ。まあ GoPro でこういう地下肌やってもなんかそんなに面白くないんですよ。分かった、もう交代して、はい、あなたの青ひげ地下青です。地下青？なんすか地下青って。いやもうちょっと笑えよ。地下青ってなんすか、青いケツっすか。